はい、みなさん、まいです。めっちゃ家が汚いのがバレるけど気にしないでください。前回のビデオで質問を大募集しました。答えてくれた皆さん本当にありがとうございます。まず一番最初にもらった質問からどんどん答えていきたいなと思ってます。で、今回の質問は、彼がイタリア人とアメリカ人のハーフの人で、質問をもらった女の子は今彼のいるアメリカの実家で一緒に暮らしてるっていうねことで、彼のお父、違う、彼のお母さんと彼の関係が近すぎて若干引いてるみたいな質問をもらいました。で、どうすればいいですかみたいな。はい、これはイタリア人男性あるあるです。だから彼だけじゃないから気にしないでください。なんかジョニーもそうだし、ジョニーはねそこまでひどいっていうか、そこまですごいもうママママママじゃないんだけど、みんな結構そう、ね、ジョニーでもマメに一緒に住んでるのにマメに連絡取るし、なんか例えばお家はね別々、同じ敷地内なんだけど別々のお家に住んでるから、例えばなんか私の子供がなんか新しい、ね、言葉を喋ったとか新しいことをしたってなると、もうすぐ写真撮ってママに送るみたいなのはもう日常茶飯事だし、私がねおーって思うのはもう何かあったらすぐママに聞くって感じだから、例えば子供が風邪ひきました、すぐママに電話してねえねえ、なんか子供が今こういう症状なんだけどどうすればいいとかママに聞いたり、なんかそのなんかママは絶対的な存在でね、それに対して恥ずかしいっていう気持ちは日本人みたいにないの。マザコン彼氏を持った人のための解決法を見つけました。それは私が考えたんですけど、ね、彼のママと仲良くなることだから、なんかみたいな、その彼らの関係に対して引くけどね最初は。でもそれはそれで認めて受け入れるしかない。もうだって変わらないからね、生まれた時からそういう関係だから。でそれを受け入れて、もうそういうもんなんだと思って、でお母さんに対して尊敬することだから、それを示すことも大切。お母さんに対して何でもいいから質問たくさんしたりとかね、なんか「お母さんの料理すごいおいしいですね」とか、なんか「どうやって、なんかすごいセンスがいい」みたいな、「今日の服素敵」とか、なんか「どうやってこんな、なんか素敵な洋服を選んでるの」みたいな、こうちょっと立てるね。で自分のことも好きになってもらう。だってよくあるのが、なんかママはママで自分の息子を取られたって思うらしいの。だからですね、結構ねイタリアではなんかその嫁姑さんがお嫁さんに対してすごい嫉妬するのが多いんだってね。だからそうならないように自分のことも息子のように愛してもらう、好きになってもらうことも大切だと思います。そうすればみんなハッピーでしょ。だからなんかそのもう彼とお母さんだけだーじゃなくて、なんか彼、あ、じゃあお母さん、彼、私みたいなで、みんなでだーって仲良くなるみたいな感じがいいかなって思います。だから受け入れましょう、しょうがないあとはなんか彼にも、私はあなたたちの関係に対してすごい今理解できるように努力してるって言って、でも日本ではそういう習慣で育ったんじゃないから、なんかそれに対してすごい疑問を持ったりとかもするんだよみたいな、日本はそうじゃないだよみたいなのを彼にも理解してもらうこと、自分の気持ちを、大切だと思います。はい、そんな感じです。じゃあ次のビデオはなんと多分ジョニーも
ジョニーと一緒に作りたいと思います。なので楽しみにしててください。チャオ。